瀬戸内マイマイ、学名ユホドラサブニンボウザは、誘拐目同じマイマイかに分類されるカタツムリの一種。樹状性のカタツムリで、和名通り、瀬戸内海周辺に分布する。また分布域が重複するアワジマイマイと室戸マイマイは、本種の亜種とされている。生害は体か 30mm、角形 36mm に達し、日本産カタツムリ類の中では中型である。 各表の光沢は比較的強く、ラト等は低く円盤型に近い。多くは殻の上面らに細かい火炎彩りが出る。色体は無帯、0204型、0234型など変異が大きい。底面のへそこは深いが、周辺の傾斜は緩い。軟体部は背面中央に1本の黒帯が通るものや、3本の黒帯が通るものなどがある。淡路島んは、 南体の背が白く、側面が淡灰色になる。これは、阿舟、淡島いイイえすマリジマとして分類されている。また室戸岬などには小型で、ラドーが高い阿舟、室戸マイマイ,イエスマラトニツ、黒大ハベ、1949が知られる。ハリママイマイイイ漢字にタとは分布域が一部、重複するが、本種は成長脈がそれほど発達しない。 また生殖期の形態は東に接して分布する、口紅マイマイイアマリーに似る。マイマイ族の分類では、ハリママイマイと共に、ハリママイマイ種群として分類されている。九州東部、四国、中国地方の固有種である。樹状性で、春から秋にかけて、木の上を這う。和名は、瀬戸内海を広く囲む、分布域を持つことに由来する。ありがとうございます。